ハリウッドドリーム・ザ・ライドは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハリウッドエリアにある、ライドアトラクションである。アトラクションのエントランス、セリブが集まる、パーティー会場が、コンセプトとなっており、パークオープン以来初となる屋外、ローラーコースターである。旧ラインには、庭石やちょなど、日本庭園のテイストを取り入れ、ノリノリの洋楽が流れ、パーティー会場のゲストの気分を盛り上げる。コンセプトカラーは、 夕暮れ時の紫。このコースターは世界のアミューズメント業界において多大な影響力を持つアミューズメントトゥデイシから2005年ゴールデンチケット賞を贈られたボリガーメビアル社が制作。コースター自体に約350個の LED が取り付けられており40種以上の点滅パターンは夜になると流れ星のように光り輝くシートは浮遊感を演出するために 床に足がつかないよう高めに設定。大きめなシート設計のため安定感があり、弾力性のある樹脂を採用することで体をしっかり包み込む上質な座り心地を実現。シートのヘッド部にスピーカーが設けられており、5曲の中から一人一人が好きな楽曲を選択できるオーディオシステムを搭載。各ゲストがライド中に聴く音楽を選曲できる。 体に負荷のかかる乱暴な動きを排除し、コースター特有のガタガタという不快な走行音や振動を限りなく最小に抑え、滑らかでまるで空を飛んでいるような乗り心地を実現させた。2013年3月15日より、ハリウッドドリーム・ザ・ライドのコースを後ろ向きに走行する車両が導入された。今までのホワードも同時運営されている。当初は、 同年7月7日までの予定だったが、9月30日まで延長されることが発表され、9月27日には、レギュラーアトラクションとしての継続が発表された。バックドロップの車両の色は、レッドとゴールドが使用され、LED の色も、レッドとなっている。光のパターンも、フォワードとは異なる。開催初日の3月15日には、最大で約450分待ちとなり、 USJ のアトラクションの待ち時間の記録を更新した。さらに21日には約560分を記録し、当時日本国内のアトラクション最長の待ち時間を記録した。記載している期間は公式が発表した期間であり、実際には記載の期間の前後にも実施されている場合がある。AB、ハリウッドドリーム・ザ・ライド・アトラクション、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン US ・ USJ、USJ、 2019年8月26日閲覧大阪府 USJ の逆向きコースターバックドロップが常設アトラクションにマイナビニュース2019年8月16日閲覧待ち時間が7時間長 USJ の後ろ向きジェットコースター RBB ト d a y 2019年8月16日閲覧カンジャニエイト USJ 新クリスマス CM に出演 ハリウッドドリームザライド楽曲搭載も決定。女子旅プレス。2019年8月17日閲覧。BTS 新曲、ライツが USJ、ハリドリ BGM に。オーコンニュース。2019年8月17日閲覧。カンジャニエイトの新曲、USJ のライドに搭載 LMAGA.JP。LMAGA.JP 関西を遊ぶ、ニュースサイト。 2020年1月14日閲覧、USJ、名探偵、コナンワールドに、赤井周一が初登場カーチェイスや謎解き挑戦。ヤフーニュース。2020年1月14日閲覧、ルパン三世、ザライブユニバーサル、クールジャパン 2020USJ。USJ、2020年1月25日閲覧、ありがとうございます。